ナチョコと、イグナシオ・ペレス・サンタ・マリアは、スペイン・マラガ出身の元サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。マラガ CF の下部組織出身であり、2003年3月23日のセルタデビュー戦で、トップチームデビューした。2004から05シーズンは、レバンテ UD に、レンタル移籍したが、マラガには2006年まで在籍した。 マラガは2005の06シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン降格となり、2006年7月、ヘタフェ CF に完全移籍した。2007から08シーズン前半戦はほとんど、出場機会がなく、2008年1月に、セグンダ・ディビシオンのレアルソシエダにレンタル移籍。2007から08シーズン後半戦には16試合に、 出場したが、ソシエダはプリメイラディビシオン昇格を逃した。2008から09シーズンは、フルスマラガに、レンタル移籍し、途中出場がメインだったが、2009年2月22日の、レアルバリアドリード戦でシーズン初得点を挙げた。マラガは、昇格初年度ながら8位に躍進した。2009年8月、セグンダディビシオンの、レアルベティスト3年契約を結んで、 完全移籍した。ベティスでは攻撃的な左サイドバックとして起用されることが多く、2010から11シーズンには34試合に出場してプリメーラディビシオン昇格に貢献した。イグナシオ・ペレスと同じく父親もナチョというニックネームで呼ばれたサッカー選手であり、1976年から1984年には CD マラガに在籍。 プリメーラディビシオンでは4シーズンで69試合に出場した。父親の兄弟のファンカルロスも CD マラガに在籍していた。イグナシオ・ペレスの兄弟のペリコはアトレティコ・マラゲーニョでプレーした経験がある。ありがとうございます。